はい、今回も、毎日5チャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。囲碁インストラクターの金子健です。はい、僕は、オンラインサロンも、始めておりまして、その中から、小林流が、打たれなくなったのは、なぜですかという質問をいただきましたので、それを、解説してみたいと思います。はい、この手ですね。はい、かかって受けてここに打つのが、小林流とされていました。はい、まずはですね、基本的なやつなんですけど、これで付け引くのは、ちょっとこの位置がね、はい、例えばこうなるとこの位置が、これここよりね滑りになった方がいいので、まず付け引くっていう、選択がなかなかできないと、位置にあると。はい、で、まあ、一応挟もうということなんですけど、はい、仮に、一応この手がねありまして、例えばこういう進行ですと、もう今ではねこうやってくるのがもう常識化になってますね。はい、 AI が打ち出した手なんですけどね。はい、例えばこういう進行、はい、こうなると1の石がねちょっと近すぎてしまって、はい、こういう進行も白よしですよね。はい、なので小林流の時はこれ、この手ではねこう、まあ引いて打たないといけないんですけど、この研究がまあ一応どうかっていうのは一つはあります。はい、なので、まあ4、この手はまあ白もあるかもしれないんですけどね、白は白でこういうような進行で、打つ可能性もあるんですけど、これよりは、こちらでねつけて打つ可能性もあります。はい、これは攻めるんですからこうですよね。はい、それから飛ばれて、はい、ここもね何か受けないと、こちら打つと、すいません、こうなった時にこちら打つとここがねきついですから、こう何か打つんですけど、こんな感じで打たれてね、こういう石をねなかなか攻めるのが、難しいっていうのがね今の、評価でしょうかね。こんな感じで、はい、やっぱりちょっと低くなってるっていうのがね ありまして、これも1の手がねちょっと、そこまで働いてないっていうか、この突き引かれるっていうのがね、非常にこの差っていうのが非常に今では評価がされてますね。逆に突き引くのと、突き引かれるのではね。はい、で、あと打ち方としてはこうやってね先手で打ってこういう打ち方はもうある一応あるんですけどね、でもこの場合はこうやって、こうなってしまいますよね。やっぱりそうすると1の手が、ちょっと変なところにいると、これは筋違いですからね。覗きにあればいいですけど、その隣っていうのは筋違いですから、はい、なので、この手も打てないですかね、なかなか。はい、なのでこう突き引かれるってしまうっていうのがやっぱり一番、あれかもしれませんね、弱点かもしれませんね、この1に対して、なのでもう最近ではねもう1がなかったら堂々とこれ突き引いて打つっていうのがもうほとんど今挟まないですよね、高い係には。はい、この定石で皆さん、プロの方は打ちたいので、はい、あえてこのようにね打ってねこう入らせるっていうことはもうほとんど今の打ち方ではねしなくなりましたね。はい、であとここに開くっていうのがやっぱりちょっと最近では甘いっていうかね、なんかこうやって頑張ってね、こんな感じで頑張って打つっていう、隅も頑張ってここも頑張るような、はい、形っていうのが最近多いですよね。
それかこう打つんだったらもう隅でね、隅でが打ってる方が頑張ってると。ここに C はちょっと緩んでるっていうようなね、いうのが、厳しい打ち方ですけど、これでも緩んでるっていうようなね、感じにちょっと最近ではね見えるんですよね。どんどん先行するっていう、ここで三々とかもねよく打たれてますよね。この1目は小ゲイマに来たので、それほどしあのそこまで弱くないと。コスミつけてもこうね挟んでいきますから、わざわざ黒がここ受ける必要ないと。こういう方が頑張ってるんですね、黒としては。ということで、一応ねこの手が、最近ではねほとんど廃れてきた、要因敗因かなと要因かなと、というところでしょうかね。じゃあ今回は、この辺りで、終わりにしたいと思います。ぜひ、チャンネル登録の方も、よろしくお願いいたします。じゃあそれでは、失礼いたします。